皆さんこんにちは、内科皮膚科医の友利新です。今日は皆さんが不健康そうだと思っているんですが、実は食べ方によっては全然 OK だよという食品を5つご紹介したいと思いますので、最後までご覧ください。世の中にはね、いろんな、情報があって、これを食べると太るんじゃないかとか、これを食べると体に良くないっていうものがあって、なんとなくそういうイメージがついているものってあるんですが、実は食べ方によっては意外と体にいいんだよという食材もあるんですね。なので今日はそちらをお話ししていきたいと思いますので、早速いきましょう。まず一つ目がですね、赤身肉になります。よくね、赤身肉っていうのは動脈硬化になって、例えば心臓病だったりとかなりやすいとかね、言われますし、あと赤身肉を食べる人は大腸がんになりやすいということで、一時期赤身肉って敬遠されてるっていうところがあったと思うんですが、この赤身肉っていうのは実は2012年の研究でですね、動脈硬化だったりとか大腸がんのリスクを上げているのは赤身肉を加工したベーコンとかソーセージとかだっていうことで、でなぜかっていうと、そこに含まれているお塩ですね、ナトリウムの量が多いから、そういったものに関係しているんじゃないかっていうふうに分かってるんですよ。でもちろんね、赤身肉っていうのは加工する間にいろんなものが混ぜられたり、あとは脂肪がね混ぜられたりっていうこともあるんですけれども、赤身肉って言っても、例えば本当に脂肪分が少なくって、普通にねステーキみたいに焼くだけ、そんなに塩を大量に含んで保存させるようなものじゃなければ、実は赤身肉って鉄分も豊富に入っているし、タンパク質もそうですよね、亜鉛とかそういったお肌にも必要だし、健康にも必要という成分が実はぎっしり入っているんですね。なので赤身肉って言っても、そういうソーセージとかベーコンとかっていうものではなくて、上質な脂肪分が少ないような赤身肉をステーキにして食べるっていうのはいいんじゃないかなと思います。続いての食べ物はピザになります。ピザっていうと、なんかもうね、糖質と脂質とにまみれて高カロリーでギトギトっていうイメージがあると思うんですけれども、もちろんものによってはそういうものがあります。でもね、食べ方というか注文の仕方によっては、実は体にいい食べ方ができるんですね。まず一つ目のポイントが、クリスピータイプにするということ。ちょっとね、薄めの生地にしてもらうんですよ。そうすると、当たり前ですが、カロリーそれだけで、その生地の部分が少なくなりますからいいですよね。でそこでベースをトマトベースにしてください。トマトには、リコピンとか、ビタミン ACE というものが含まれているので、トマトベースの上に生のトマトを散らしたり、あとバジルを散らしたりという野菜ベースにして、かけるチーズを、例えばモッツァレラみたいなタンパク質があって脂肪分が少ないチーズに変えることでですね、カロリーも脂肪分も低下して、プラスお野菜のミネラルだとかビタミンがしっかり取れるっていう健康食材に変わるんですね。でそこに生のルッコラなんかパラパラっと開けちゃえば、それはもうしっかりとした栄養素が取れる健康食品に早変わりするわけですよ。だから同じピザでも、さっき言ったクリスピータイプで、トマトベースで生のトマトだとか生のルコラとかが入っているような、チーズは低脂肪のモッツァレラとかが乗っているようなピザを選んでいただければ、実は体にもいい食品に早変わりするので、覚えておいてください。続いてはポップコーンになります。でポップコーンっていうとね、なんか映画館ですごいポリポリポリ食べるイメージで、もちろんキャラメルがかかっていたりとか、お塩がたっぷり入っているっていうのはあまり良くないんですけれども、実は普通のポテトチップスとかと比べたら、ポップコーンってトウモロコシを熱を加えてやるものじゃないですか。普通のスナック菓子の中では、実はポップコーンってめちゃめちゃ食物繊維が多いって皆さん知ってました？そうなんですよ、実は食物繊維がすごく多く含まれている食材の一つでもあるんですね。なのでこの何かスナックが食べたいなと思ったら、キャラメルとかなんかバター味とかではなくて、シンプルなお塩だけのポップコーンっていうのは、実はカロリーもそんなに高くないし、食物繊維も取れるので、ちょっと口寂しいよと思うんであれば、そういったプレーンタイプのポップコーンを選んでいただけるといいかなと思います。続いてグルテンになります。グルテンフリーについてはね、すごく賛否両論あるので、なかなかちょっと難しいんですが、やっぱり医師の立場から言わせると、そのグルテンフリーをする人の意味っていうのは、セリアック病のようにグルテンに対するアレルギーがある方がメインなんですね。でもちろん中にはね、リキガットといってグルテンを食べることによってなんとなく体調が悪いっていう方もいらっしゃると思うので、これは本当にご自身の体調と相談してなんですけれども、世の中にある大抵のグルテンフリーと呼ばれているスイーツとかはですね、余分な糖分が入っているものも多いんですよ。だから同じスイーツで、グルテンフリーのスイーツとグルテンフリーじゃないスイーツを選ぼうとしても、実はグルテンフリーのやつを選んだ方が、必要ない糖質を
とって実は糖質過剰になるっていうことも実は言われていたりするんですね。でそういった意味ではグルテンだけにフォーカスを置くというよりも何かそういうグルテンが入っているような穀物を食べる時っていうのは生成されてるかされてないかをポイントに見ていただいた方がいいなと思います。生成されていない例えば穀物を使っているとそこにはビタミンミネラルありますし食物繊維もあるのでグルテンが入っていたとしてもそういったものを取る方が実は体には良かったりするんですね。まあ真っ白に生成されたパンっていうものでグルテンが入ってるっていうよりはその未生成の雑穀で作ったような全粒粉のパンとかだった方が体にはいいと思いますのでグルテンだけを悪者にするというわけではなくてグルテンはちょっと入っていても別のなんか成分は何が入っているのかな、グルテンは抜いているんだけども他の成分は何が入っているのかなと見極めてご自身に必要なものを取っていただきたいなと思います。そして最後がジャガイモになります。ジャガイモっていうと悪者扱いというかまあポテトチップスのイメージですよね。でジャガイモってカロリーも高いし炭水化物だし嫌だよっていう方多いと思うんですけれども、実はジャガイモにはビタミン B 群だったりとかあとは加熱しても壊れないビタミン C もたっぷり入っています。もちろん食物繊維も入っていますから腸内環境にもいいんですよ。だから要は食べ方なんですね。ポテトチップスみたいに揚げてしまう、そしてポテトチップスって薄く切るじゃないですか。だからこの薄く切って表面積が増えてそこに油を吸わせるからこそあまり良くない、そしてその揚げたものを長時間置いとくと酸化しちゃうから良くないので、ちょっと厚切りにして茹でたりとかオリーブオイルとかねそういったもので加熱してもオメガ3が壊れないカメリナオイルとかみたいなものをちょっと引いてフライパンで軽く焼いて、まあ、塩とかをかけて食べるっていう分にはビタミンミネラルしっかり取れます、食物繊維も取れるので実は体にはいいよっていう食材なんですね。なのでポテトチップスみたいな食べ方じゃなくて蒸したり、まあ、フライパンで焼いたりっていう食べ方をしてみればいいんじゃないかなと思います。世の中にはねいろんな健康情報が溢れていて食べたら健康そうになりそうだなとかいやこれはダメでしょうっていうものあるんですけども、要はその食材のこの良さを分かっていて食べ方だったりとか食べる工夫をしてあげれば良かったりもするので、ちょっとの工夫で不健康そうなものが実は健康な食品に変わるってことを頭に入れておいて、それを参考にしていろんな食品選んでいただければなと思います。このようにこのチャンネルでは皆さんに美容や健康について分かりやすくお話ししているチャンネルになりますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。